階層構造の例階層型データモデルはデータを気構造で表したデータモデルである。一般で使われている場面として会社の組織図などがそれに当たる。階層型ではデータを上から下へと見ていくために親データと子データという関係が発生する。これは会社の組織図を例にとると社長の下にはいくつもの部署があり部署の下には違う業務を担当するかが 存在するといった関係になる。このような体系では、一つのデータを探す手順は一通りしか存在しない。これは、親データと子データが位置ついたの関係でしか存在しないためである。先ほどの会社の組織図の例では、各課はそれぞれ違った社員がいるわけだが、ここで例えばある社員が何かのプロジェクトチームに入った場合には、その社員は、 プロジェクトチームにいながら、所属はもともといた、かなので、組織図で示すとその社員は二人いることになる。このようなことから、子データが様々な親データの下にある場合には、データが必要以上に増えてしまう欠点がある。を実装している。なお事例は、IMS の実績欄を参照のこと。ありがとうございます。